装備の方も揃えてきたので行きたいと思います。さあ世界を縮めるタイムレコードを叩き出すって言いながら引っかかったな行くぞ。もうね大体分かってるからさ、もう大体分かってるから駆け抜けていって、もうねあいつをゲットしてもう速攻で帰ってくるよ。ただちょっと敵が湧いてくる可能性あるから弓だけは持っておこうか。敵を放置して前進んでいくとちょっと大変なことになる可能性あるからね。ここ慎重に行くよ。うん、ジャンプだけは慎重に行くよ。もう二の鉄は踏まない。失敗は一回まで。同じ失敗は絶対にしちゃダメ。それがもうね社会人としての常識というものなんだよ。ほんと同じ失敗をするやつはねもうただのヘッポコだから、ほんとにもうヘッポコにはなりたくないもうなってるか。完全にあれただのヘッポコだったもんな。よいしょっと、ここはジャンプでクリア。よしよし、調子こいて挑んじゃダメなんだよ。ここさっきサソリいたところだな。もういないか。全然敵湧いてないな。この洞窟ほんと簡単だぞ。みんなももうね遊び気分、レジャー観光気分で来ていいんじゃないかな。うん、そんな感じでいいと思うよ。なんか敵のうなり声が聞こえたような気がするが気のせいだと信じよう。もうこの時点でこれに切り替えよう。これグラップリングフックね。よいしょっと。でもうこういうことだよね、さっきと一緒ですよ。はい、でここでこいつを回収して、でもって、一旦解除してから、これどこ、ここだな、この辺狙おうか。あ、リロードしてほい、こうしてオッケーで次、あそこでいいんじゃないのかな。ほいっとで回収オッケー、いいとこまで来たね。もうこれ心配ないよ。こっちかな。ここはもう弓強化弓コンパウンド棒に持ち替えておこう。これねデスポーンでコンパウンド棒なくなるのがね痛いんだよね。つくのめんどくさいからね。あーここね、もうここもこれですよ。よっとレッツゴー。お、ここはまあいいか、ここはまあいいわ。慎重にジャンプ。よしよしよし、この程度のジャンプはさすがにね危険のうちには入りませんから。よいしょと、よいしょと、ほいっと。なんだろうねここの敵の湧き具合は、たまに出るぐらいな感じだねはい、これでもう脱出したも同然じゃないかな。うん、ここも別にジャンプする場所ってなかったし。よしよしよし、いやーいいね、世界縮めたよ。これで完全にタイムレコード成立したと思う。あ、オビラプトルじゃない今の。あの子別に敵対してこないからな、放置しといていいんじゃないかな。よし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 、あれ出口どっちだっけ。出口こっちか、出口こっちか、出口ここだ。よーし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 、出口までやってきた。問題なかった、全然問題なかったね。この洞窟は簡単です。クリア、イエーイ。オベリスクまで戻ってきましたってことで、ここにこいつを収納してと。さーて残すところあと一つなんだけど、そもそもさ供物どこに入れたっけ。雪山の方だったっけ。ちょっと見に行ってみるか。うん、供物ね、このさメガロドンの歯とかティラノの腕とかアルゲンタビスの鍵爪だとかね、あの辺揃えてたはずだからね、ちょっと雪山行ってこよう。よいしょっと、多分雪山のオベリスクの中に入れてると思うんだよな。ベッドで瞬間移動してちょっと行ってくるか。ここにベッドあるからね。来たよ雪山、雪山オベリスク。さあここにないないぞ、どこ行った、貢ぎ物どこ行った。まだ貢いでねえぞ、そんな前倒し貢ぎないぞ。おい、なんでだろう、消えてなくなったな。またじゃあ狩るか貢ぎ物集め直す必要が出てきたな本当にもう、なんでだろう、緑色のさ残すところあと一つのオベリスクのところにもなかったからね。ここ
ここか、もう一個のオベリスクは確か。ここにもね、なかったからね。おかしいな、消えてなくなったな。なんでだろうね。まあいいか、まあそういうこともあるか。うん、あるある。致し方あるまいですわ。戻ると。次の洞窟がこの辺なんだよね。でもって、地図データがね、また真っさらになっちゃいました。まあ、アークがね、強制終了するとね、こういうことよく起こるんだよね。地図データだけならまだしも、まだしも、この辺のもね、全部ね、初期化されました。いやー、ひどい。これまで全部真っさらになるのはちょっとひどいね。これどうなんだろう。各ボックスさ、復活してんのかな？復活してるんだったらもう一回取りに行ったら見つかるんだろうけど、復活してなかったらもう二度とこれ埋まらないよね。つらーい。まあいい、もう気をね、取り直して洞窟を探しに行こう。この辺にあると思うんだけどな。多分ね、この奥の方だと思うので、もうコア太郎にはここにいてもらおうかと思います。ってことで、チョコボン、一緒に探しに行こうぜ。あ、動かない。重すぎたか？荷物。荷物重すぎたか？もうちょいなんとかならんか。縦が重いんだろうな、きっと。しょうがねえか。縦外すか。これ、45あるからな。洞窟攻略だから防御固めようと思って、持ってきたのが裏目に出たな。でもこの子に持っててもらおう。よいしょっと。はい、頼んだ。さてと、じゃあ今度こそ行くか、チョコボ。冒険の始まりだ。おら、あれ、あ、これいけないか、いけないか、届かないか、これ。あ、ギリギリ、いけた、よかった。結構ちょっとね、速度がね、今足りてなかったけどね。もう捨てるもんないしな、さすがに。もうこれで行くしかないな。ゴーだ。この辺にね、洞窟あると思うんだけどな。いやー、今回割とすんなり見つかった。ここだね。ここがね、洞窟だと思うんだけど、今回ここ、この子に乗って中入れます。いやー、だいぶありがたい。これでだいぶ攻略簡単になると思う。さて、行きましょう。でもって、どうやら寒い洞窟らしいので、装備品もね、この毛皮装備で OK なはず。いやー、こんにちは。光るキノコ発見。放射能にまみれてるんだろうね。まあ、こういうところでももうね、テラーバードだったらもうこの、滑空が使えるから。あ、ちょ、見えない。滑空が使えるからね、もう、大体どんなとこでもいけちゃうよ。いや、適してるね。この洞窟に適してるね、チョコボ。優秀だぞ。さあ、中を様子を見ていこう。どうも。クリスタルは必ずあるよね。なんていうか、洞窟の特色みたいな感じだよね。近代設備発見。こっちにも行ける？あ、こっちも行けるね。右にも行けるね。だいたいね、なんか複雑に入り組んでるからな、洞窟って。お、古代遺跡発見。お、なんか神々しい感じのところ。来たこれ。とりあえず古代遺跡見ていこうか。お、箱あった。何が荒れてるこれ。おー、カプロスクス。あー、このね、ぴょーん飛びかかってるところだね。いやー、これさー、実際に、この現場を見たんだろうね。こういうメモを書いてるっていうことは、確実にこの人もう助からないよね。うわー、辛いなー。確実にこれ仲間を失ったところをこのメモに残したんだろうね、あれ。かわいそうに。さあ、次だ。こっちだ、こっち行くか。お、ちゃんと下がっていくところあるね。あ、クレート発見。いいね、何が入ってんのかな。すんなり来てるね。敵もいないね、なんか知らんけど。いらないね。いらないけど、まあもらっておこう。よいしょっと。さあ、こっちに何があるのかな。よいしょっと。こっちが進行方向かな、多分だけど。どれどれ、ここ難易度一番低いな、今までの中で。すごく平和なんだが。あ、ヘビか。まあいい、多分勝てる。このぐらい勝てる。いけるはずだ。やってくれ。
チョコボ、君の実力ならナイス。よしよしよし、もう真っ向から戦っても勝てるっていうね。いやーいいいい、ほんとありがたい。チョコボさすが。チョコボの実力なめんなよ、おい。こうやってさ、もう頼りになる仲間たちに乗って中探索できるってほんと心強いね。行こう行こう。